moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。10月31日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM 沖縄県宜野湾市の FM 宜野湾と FM79.1MHz コールサイン JOZZ7BRFM 滋賀県大津市にある FM 大津の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオからキウ名古屋2局ネットでお送りいたします。なお FM 大津での放送は11月4日土曜日24時となります。あのね、今日はですね、はい、あの FM 大津さんととのね、はい、あのコラボでございますんで、はいはい、何喋ってもいいのかな、王子大丈夫って思っちゃうんですけども、はいはい、今日はですね、はい、思いっきり弾けさせていただきまして、大津の方々を、笑いの渦にね、持っていきたいなと思っています。スペリオジマスクマンでございます。お黙り。はい、FM 大津さんとね、2局ネットということで、ちょっとキウ名古屋2局ネット初なんですけれども、若干いろいろ緊張してるんですけれども、滋賀県といえば私の父が滋賀県出身なので、はい、ちょっと縁があるかなって思ってる味噌煮込みスキーと、いや、はじめまして、滋賀県大津市の皆様、名古屋のダンサーズと言います。踊りはですね、残念ながらできないんですよこういうラジオネームなんですけども、踊りができそうなラジオネームなのにね、ツイキャスをご覧の皆様はご存知かと思いますけど、とても踊りはできないです。そういう男が喋っております。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはアルバイト。今夜のテーマはアルバイトです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM 宜野湾で検索してください。本日の電話ゲストコーナーは滋賀県大津市にございます FM 大津の局長古田誠さんとなっております。古田局長でございます。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー、またまた今週も告知しちゃいます。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル A と、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話
0 3 8 9 7 8 1 7、東海協和まで。名古屋市厚田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナ名古屋。メールご紹介します。はい、お願いします。あらもう今日おめでたい人からメール来ましたよ。はい、王子、みそさん、ダンサーさん、こんにちは、あんつばです。テーマとは違いますが、今日は誕生日です。おめでとうございます。あら、あら、またこれ内容がね、とっても素晴らしい内容でございますよ。はい、王子、自分が欲しいプレゼントは20歳公式ストア限定のブラックパーシモンクラブグランドゴルフクラブ27,500円。日立公式ストア限定のカリンクラブ、はい、セックスパワーエジテーショングランドゴルフクラブ27,500円、はい、でいいですよ。1週間バイトしたら買える金額ですよ。っていうのはこの王子にバイトして、あの買ってちょうだいってことを言ってるわけだね。すごいですね、カタログまで送ってきてるけど、ね、何写真が。これはね、ゴルフの、ね、これパターだと思うんですけど、グランドゴルフだから、グランドゴルフのね、はいはい、こう、それ見せなくていいやつ。いやいや、分かるかなと思って、ね、まあこうパターのような感じですね。これが欲しいんだね。すごい、これで、王子がアンツバさんに誕生日プレゼントを送るときに、うん、あ、そういうこと ね迷わないじゃないですか。あ、そういうことね。ただね、あの王子ね、1週間バイトって言ってもね、はい、どういうわけかね、1週間バイト入れてもらえないんだよね。どういうわけかわからないんだけどね。あの1回入ったらまたね、しばらく空いてからしか呼んでいただけないっていう。どうしてでしょうね。どうしてなんでしょうね。そうするとね、ここまでのね、お給料がいただけないっていう、とっても寂しい、あの現実があるんですけど。ということでございますのでね、はい、またまた王子がね、お金がもしかしてたまったらという時で、まあ、気持ちはね、はい、このゴルフクラブ差し上げたいなという気持ちはございますので。気持ちだけね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ヒカルさんがプレゼントもらうなら王子と一日デート券欲しい、わらってやってます。あ、デートしたいの王子と。一日デート券だって、すごい。あ、そういうことね。はあ、いつでもいらっしゃい、おすながいらっしゃい、おすなが流してあげるから。はい、メール紹介しますね。はい、ラジオネームマコリンさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、初めましてかな。マコリンさん、はい、メッセージ読みますよ。はい、わー、今晩引っ張り出されます。もうすでに眠いのに、でも味噌煮込みの謎を聞きたいので頑張ります。滑り王子、マスクマン、味噌煮込み好き、名古屋のダンサーズ、皆さんヨロピク。ヨロピク、ヨロピクってこれ、あれ、ちょっと待って、何、これは、はい、引っ張り出されたということはですね、はい、もう皆様分かっちゃったかな。引っ張り出された、それもまたはい、もうちょっとしたら、うん、引っ張り出しますかね。引っ張り出してね、味噌煮込みの話をふんだんにしますので。ふんだんにしますかね。ねえいや、うん、じゃあちょっとお楽しみですかね。そうです ね、はいはいはい、続いてですね、はい、ジョージさんからです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今から30年以上前、20歳の頃バイクを買うために昼夜連続で工場のラインに入って働き、午前4時頃意識を失いかけた経験がありました。あら、頑張りすぎたんだね。令和の時代ではありえないことですよね。そんな苦労の末に手に入れた川崎の
ゼファーというバイク、32年経った今でも現役で乗っております。わすごいですね。すごい、まあ、手入れもね、よくやられてるんでしょうね。いや、ね、でもそれぐらい頑張って買ったバイクだから思い出はすごく強いんじゃないですかね、うん、やっぱり大切にすると思いますよ。そうですよね、うんうん、うん、FMJ 新一さんがツイキャスで、うん、最近大津市を通って長浜市まで行ってきました。滋賀県ですね。うん、おー、うんうん、あ、でスプリームさんからツイキャスで王子にね、うん、比叡山の凛とした空気と琵琶湖の水を汚さないようにってなんで、あ、うん、番組のこのね、あーじゃない、あ、そういう意味でね。ね、今日はまだ全然あれでしょ、澄んだね、綺麗な感じの、まあ、こう今日も声はねガラガラじゃないですから、うん、ちょっと美声がね響いていいんじゃないかなと思って、ね、はい、ということで、はい、ということで、はい、もう、はい、ゲストコーナーです。はい、はい、はい、古田局長登場です。はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.5kg まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は滋賀県大津市にありますコミュニティ FM 局 FM 大津の局長でございます、古田誠さんです。こんばんは。あ、こんばんは。聞こえますか？はい、聞こえます。あれ、大丈夫でしょうか？大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい大丈夫なんですね。はい、はい、ではですね、わざと、はい、空間を多めに喋ってます。放送事故にならないようにと思って。 あれ BG つけてますので大丈夫です。あー、 BG ついてるんですか？残念。はい、わかりました。なるほど、はい、いろいろと考えてますね。では、はい、では古田局長、改めまして、はい、自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか？自己紹介ですか？はい、はい、滋賀県大津市というと、ちょうど琵琶湖のすぐ西端にございまして、琵琶湖がどこにあるかというと、日本のほぼ真ん中ぐらいにある大きな水たまりの、ちょっと大きめのね、ものがございますけど、水たまり、はい、
ちょっと大きめのね、その琵琶湖の西端のところの FM 大津というラジオ局の、おじさんです。よろしくお願いします。古田誠局長ですね。はい、あ、そうみたいです。はい、はい、いや、実は私、先月ですね、はい、突然なんですけども FM 突然でした。お邪魔しました。何のアポもなく、はい、不審者が来たのかと思いました。はい、初めですね、ドアを開けようとしましたら鍵がかかっておりまして、はい、もう開けないようにね、ドアロックしましたけどね。もう完全な不審者だったんですけども、いえいえ、とんでもございません。突然の、はい、ご応対にもありがとうございます。とんでもございません、ウェルカムでございます。はい、ありがとうございます。今度お邪魔するときはきちんとアポを取ってお邪魔したいと思います。そうですよね、たまに誰もいないときありますので、はい、はい、ご連絡いただいた方がいいのかなと思いますが、はい、そうですね、はい、はい、まずFM 大津さんのことでちょっとお聞きしたいなと思ってたんですけども、はい、ちょっとだけですよ、はい、ちょっとだけですね、はい、はい、FM 大津さんのコンセプトっていうのはどういったものになりますか。はい、あ、コンセプトはですね、実は大津の方に活断層が走っておりまして、はい、花折断層というね、断層帯がございましてね、これが万が一、地震が起きると大きな災害が引き起こされるので、はい、まあ、災害が起きてから臨時災害放送局とか、うん、ラジオの好きな皆さんはご存知なんですけども、そういうものが作れるんですが、はい、作るのにやっぱり申請をしてから、申請してすぐ許可を下りるんですけども、はい、機材がこう集まってくるまでにやっぱり1か月ぐらいかかってしまうので、はい、それではお水の配給とか食べ物の配給とか、そういうお知らせもろもろができなくなるのでもったいないなと思いまして、はい、なので普通に普段からコミュニティ放送をやっていて、万が一の時は臨時災害放送局に変われるようなものを作っておけばいいんじゃないかなと思いましてですね、あ、それで、FM 大津というのを、作りました。あ、そうなんですね。あ、ちょっと真面目な話しましたけどね、大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、実はFM 宜野湾もですね、この災害の放送に関してなんですけども、特に台風の放送ですね、はい、そうですね、台風の時の放送を、まあ、充電にされていらっしゃいまして、はい、まあ、24時間放送に切り替えて、で随時情報を流していくという取り組みをされていらっしゃいます。はい、で実際通常の放送全部ですね、キャンセルにしましてやっておりますので、今年の、はい、実は私どもの放送もですね、今年の8月なんですけども、その関係もありまして、旧名古屋なくなりまして、放送休止になりまして、台風放送になったということもあります、はい、なのでありますよね、こういった災害情報、本当ね、重要だなと思ってます、うん、はい、で、そうですね、刻一刻と争うようなね、情報が大事だと思いますので、はい、そうですね、で実はその FM 大津さん、私と一緒にですね、ノーアポで行った人間がいます。変わります。はい、はい、古田局長、ご無沙汰しております。味噌煮込み好きでございます。あー、どうも、その説は。はい、急にお邪魔しまして、はい、とんでもございません。失礼いたしました。赤福饅頭美味しかったです。手土産がね、はい、名古屋名物ではないというね。はい、お隣の三重県ですね、赤福大好きなので、はい、めっじゃあ好み知ってはるやんと思いました。はい、なんとなく伝わってきました、ピピッと。ありがとうございます。はい、実際にお話しして、とてもね、魅力的なというか親しみのあるラジオ局だなっていう印象がありましたけれども、なんか最近、はい、その FM 大津さんでも取り組まれてることってありますよね。最近ですね、はい、今年が開局5周年なので、はい、もっと一般の皆さんにですね、ラジオで喋りたいっていう方がやっぱりいらっしゃるので、じゃあラジオの番組を販売しようと思いましてですね、はい、宜野湾さんほど
あのお手軽な価格ではないかもわかりませんがでも精一杯頑張った価格でですね、はい、あの皆さんにあの提供させていただいておりますので、30分とか15分の枠とかですね、はい、あるいはこの真夜中の午前0時からの深夜放送帯とかですね、はい、そういうところを頑張って売ろうとしている真っ最中でございます、はい、真っ最中でございます。まだまだあの、はい、募集中でございますか。あ、いっぱいあの枠残ってますのでどうぞ皆さん、はい、はい、であの今回ね、あのこうしてあの私たちの桐生名古屋の番組も、はい、まあ、1回だけですけれども、はい、あのこうしてあの深夜枠の方にお邪魔するという形でね、ああもう本当にありがたいです。いえいえ、あの、はい、ちょっとあのまた滋賀県にもこの番組が流れるのがちょっとワクワクしております。はい、はい、もう滋賀の皆さんがねあの番組最高とかっていうねメールどんどんくださいね。お待ちしております。お待ちしております。はい、フィードバックしますので。はい、FM 大津さんで、あの多分、深夜に流れると思いますけれども、はい、あの FM 岐阜ではあのこの22時という時間でいいんですけれども、やはりちょっとですね、はい、この番組あの FM 大津さんで流すのに10時台っていうのは22時台っていうのは申し訳ないので、まずは深夜帯で放送させていただきたいと思います。もちろん喜んで今流れてると思いますよ。はい、ただそうですね、ただその深夜枠になった理由がですね、はい、もう一人のこの男が関係するんですよね。おお、通常の時間帯では到底流すことが難しいのかなという男がいますので変わります。はい、お久しぶりでございます。古田局長、滑り王子でございます。普通に喋っていらっしゃるじゃないですか。大丈夫ですか。これからですけども、あの局長、これからなん、うん、あの私ね、これあの番組内でね、こういろいろこうあの、まあ、私普通にねあのお話をしてるつもりなんですけども、はい、どん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 このね、路線が外れて違う話をしてるっていうかね、まあ、いろいろこう、お色気の話とかね、そういうような話までね、こちらそう思ってないですよ。ただあのメールを読んでですね、それにお答えしてるとそれらしきようなあのテーマがあの出てきたりしますので、あの大丈夫でしょうかね、この FM 大津さんをお気になられてるあのリスナーの皆さん、すごいびっくりしちゃうと思うんですけども、そんな感じであのどうなんでしょうね、喋っちゃうんですけど、番組始まってますけど大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。今このタイミングで聞かれてもね。うん。はい。まあ、あのもう始まってますよ。もうこの流れでいきますのでね。でも本当に。そうなんですね。うん、やっぱりですね、あの普段と違って、私ですね、このダンサースタジオに、ね、入ると、ちょっとね、テンションありますので、スイッチがね、オンになりますので、もうすでにですね、はい、ね、まあ、血圧は上がるわ、もう本当に血糖値は上がるわ、もう本当にね、テンションは上がるわ、でも本当にね上がりまくりでございますよ。おだまり、もう嬉しくなっちゃって、おだまりはい、 あのね、 どこかのおかみかなんかいるんですか横に。いやいや、もうあのささやいてますんで、まあそれもあのささやきの、まあささやきという言ってもですね、まあ神の声というような感じでございますね、はい、おだまり、神の声、うん、そんな感じでね、別の神の声なんですね。わかりました。そうなんです、そうなんです。まあ自分であのこう、はい、もしかしたらこう妄想っていうかね、そういうのがあの聞こえちゃうっていうあのあれかもしれませんけども、王子滑ってます。これまたねこういうふうにすぐにあの ね入っちゃいますんで、いろいろこうね、滑ってるわけじゃないんですけど、今ね局長お話しててもあの私滑ってないでしょ。はい、全然でしょ。滑っで、うん、全然滑ってないと思う。コメントを控えさせていただきます、はい、あれそうなんですか。あの一応ですね、はい、私この桐生名古屋でですね、まあ、おしゃべりするこのコンセプトっていうのがありまして、まあ、私なりにねこのクラシカルでねアカデミックな、ね、放送をね、お届けしようかなと思いまして、もしこの言葉がわからなければですね、皆さんあの、調べてみてください。ふざけるなっていうような感じでですね、なるほど。あの大体ですね、こうゲストにあの来られた方がですね、古田局長のようにこの、どういうわけかこの間が空くっていうね、私と喋るとですね、
うん、あの、はい、次にあの返答する言葉が難しいってことなんでしょうかね。そうでしょうかね。はい、同意。同意されました。あのシュプリームさんがツイキャスで、はい、大津は冷えおろしでただでさえ冷えるのによく冷えるはずってコメントが来てます。うまい。あら、そうです。お上手ということはですね、はい、もうすでにあの局長部王子がこう、もうすでに滑ってるんじゃないかなっていうふうに思われてるわけですか。うん、小さな声で同意。もう一つツイキャス紹介してもいいですか。どうぞ。はい、沖縄大好きさんから FM 大津、大きな愛に包まれるコミュニティ FM ラジオ、略して FM 大津って言って。あ、上手にまとまってますね。はい、今後キャンペーンの、言葉に使わさせていただこうと思います。ありがとうございます。ね、素敵なまとまり方というか、ね、いいですね。いいですね。うん、綺麗ですもんね。綺麗なキャッチフレーズ。はい。はい、お、王子こういうふうにやるんですよ。こういうふうに。そう、そうだよ。はい、すごいこうまとまった感じで、あ、素晴らしいですね。なんかね、はい、こうリスナーさんに助けられてるね、番組っていう感じがしますね。うん、そうですね。でまたですね、本当に先ほど申し上げましたけども、こうリスナーさんからこうメールをいただいてですね、はい、かなりね、ちょっと過激なね、メールが来た場合にですね、FM 大津のリスナーの皆様が耐えれるのかなっていう、そういうね、心配がございますけども、はい、もうこの流れでいきますので、はい、じゃんじゃん、大丈夫、はい、はい、じゃんじゃんやっちゃいますんで、はい、行、はい、きましょう。もう終わりです。あれ？はい。え？え？大変失礼いたしました。はは、藤田局長、まあ、こういう男が今喋ってますけど、いや、私心配なのはですね、はい、実を言いますと最近 FM 大津さんちょいちょい聞いてるんですよ。聞いてるんですけども。そうなんですね、ありがとうございます。こういうノリの番組が一つもないという。なかったですね。名古屋からでもね、はい、FM、もちろん全国ですけど、FM プラプラで聞けますからね。そうなんですよね。はい、はいはい、そうですね。なるほど。皆さんすっごい真面目なトークされていらっしゃるんですよ。はい、で、そうですね。で、この今の我々の番組のこのトークですよ。はい、大丈夫かなと思ってるんですけど。はい、いや、このタイミングでもうおっしゃってももう流れてます、ね。はい、そうなの、そうなの、はい、苦情も受け付けておりますので。はい、でもさ、ございました。たまにはちょっとこう柔らかい感じのね、放送もね、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、はい、柔らかいのもあるんですけどね、はい、はい、探していただければ。はい、あ、いて、もしよろしければこの場でお話しいただいてもいいですし、すぐ出てこないの。あれとこれとあれみたいなね。FM 大津の、ホームページから番組表をご確認いただければと思います。そしてありがとうございます。最後にですけれども、古田局長、何か最後に一言ございますでしょうか。僕今日は味噌煮込みの謎を聞こうと思ってたんです。そうです、ですよね。そうなんです、はい、メールもいただいております。はい、味噌煮込みの謎を聞きたいので、はい、っていうことで、はい、はい、メールをいただいておりますけれども、味噌煮込みのご飯を一緒に頼んだ時の食べ方を知りたかったのでございますが、ダンサーズはどうやってご飯食べます？私、味噌煮込みうどんとご飯を注文しますね。うん、注文しますね。はい、そうです。はい、ただご飯はどのタイミングで食べればいいのかというね。うどんをですね、おかず代わりにしてます。うどんをおかず代わりにして食べる。はい。ああ。うん、そうですね。オブジもそうですよ。うどんすすった後ご飯食べる。はい、味噌煮込み好き的に言ってもいいですか。はい。はい、はい、蓋がもちろん味噌煮込みうどんって蓋を皿代わりにして食べるんですけれども、うん、はい、そうですね、だいぶうどんが少なくなってきた時に味噌煮込みうどんの汁だけ残るじゃないですか。はい、残りますね。それを
すくってそのお皿代わりの蓋に乗せてご飯を入れて、あと卵があるので卵も乗せてちょっと、はい、崩しながら食べるのがこれがいいんですよ。あ、崩しながらが、そうです、味噌ですね、味噌ですよ、はい、そうご飯に少し味噌煮込みうどんの汁とこの卵をちょっと崩しながらこう食べるのが最高。なるほど、わかりました。はい、ぜひまた名古屋にお越しの際は、うん、はい、ご飯を頼んだ後に味噌煮込みのうどんがなくなったなと思ったら蓋にご飯を少し入れてお味噌と卵を崩しながら召し上がってください。わかりました。よろしくお願いします。たまに蓋に穴が開いてるのがあったりしますので、楽しいですね。そうですね、たまにありますね。たまにそういうお店もありますね。はいはいはい、その時は取り皿が多分ついてると思いますので、うん、そちらでよろしくお願いします。はい、今節丁寧な解説、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。痛み入ります。はい、はい、私滋賀県出身というの父ですので、はい、おせち料理は滋賀県の、そのおかずというかそのお料理が好きで、うん、はい、豆と皮エビ、エビ豆って言うんですかね、エビ豆、そうですね、琵琶湖のエビなんですね、はい、そうですね、はい、あ、そうですね、皮エビというよりは琵琶湖のエビですよね。はい、そうです。その大豆を炊いたエビ豆と、美味しいです、ね、あれ最高、あれ美味しいですね。あと芋棒ですね、棒だらの里芋の、はいはい、あとは赤いこんにゃくを煮たもの、赤こんにゃく、ね、これは近江八幡なんですけれども、はい、そうですね、はい、美味しいですよ、ね、これもね、とはいね、赤尽くし、はい、そうです、あとはね、イサザっていう皮、イサザ、はい、これも琵琶湖の魚でございます、琵琶湖のお魚です、はい、ね、淡水魚、はい、イサザはちょっと今ね随分高級品になりましたけれども、あ、でも美味しいですよです、ね、もうこのおせちが大好きでね、はい、なるほど、はい、食べたいです。なかなか名古屋では手に入らないので、そうですね、はい、ぜひこのラジオを聴の皆さんも、はい、お正月に滋賀の方いらっしゃったらぜひお食べください。ぜひね、はい、この滋賀県らしいおせちがとっても美味しいんです。はい、はい、ありがとうございます。でぜひですね、ありがとうございます。全国でお聴の皆さん、そして沖縄県の皆様、FM プラプラというアプリがありますので、はい、このアプリで FM 大津さん聞けますので、はい、ぜひ皆様お聞きいただければと思います。はい、そして古田局長も番組出演されているものもありますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。言わないで。はい、ペンネーム使ってますので言わないでください。あ、そうですか、ありがとうございます。ホームページご覧いただければバンバンに載ってますので。あ、皆さん忘れてください。ありがとうございます。すいません、どうもありがとうございました。ちょっと時間をオーバーしまして申し訳ございませんでした。はい、とんでもございません。すいません。はい、本日は、FM 大津の局長古田誠さんでした。どうもありがとうございました。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 キユナ名古屋メールご紹介します。はい、ですね、この次の、ね、メールはですね、はい、FMO2 をお聞きのリスナーの皆様ね、はい、びっくりしないで聞いていただきたいなと思いますね。はい、まあ、王子もね、ターボチャージャーがね、もう全開になるような、ね、メールでございまして、はい、うん、一字一句ね、訂正せずにお読みしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。
ありがとうございます。ありがとうございます。テーマアルバイト。学生時代の話ですが、東京の大学に進学した高校1年生、高校の1学年上の先輩は上のあたりのキャバレーのボーイのバイトをしていたらしく、セクシーなお姉さんに囲まれ、ちやほやされている夢のような話を聞かされ、古屋のバンダイかキャバレーのバイトを夢見た10代でした。あら、ここからですね、はい、ところで王子は、実験のバイトってしたことありますか？要はモルモット的な病院勤めをしていた初代嫁から、初代嫁高待遇だから勧められたことがありますが、今考えたらボアされたかもしれません。まあ、実験台ですよね、要は。ですね。ね、でもですね、これですね、王子の場合はね、こういう、はい、オファーがあったらね、まず、まあ、先生がどういう先生がね、にこう、検査されるのかなっていうのをね、調べてですね、まあ、まずね、綾瀬はるかさんみたいなね、そういった女医さんがですね、王子ベッドの上にね横たわってくださいって言ったらね、なんか妄想すごいな、うん、妄想したらですね一応全裸ではちょっとね、申し訳ございませんので、白のブリーフを履かせていただいて、ね、モルモットになりたいなっていう風に。地獄を見るわよ。もうそしたらね、もうね、これは本当に言いたいんだけどね、今回大津さんが聞いてるからね、そうですよ、この辺で控えさせていただこうかな、うん、この辺でね、一応モルモット状態で検査されても OK ですということでございます。お引き取りください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、じゃあメール読みましょうかね。はい、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。アルバイト、初めてのアルバイトは高校生の時、正月の郵便配達のアルバイトでした。寒さに耐え、重たい自転車で放し飼いの吠えまくる犬に追いかけられながら頑張って配達した記憶がありますね。そのアルバイト代で当時流行っていたソニーのドデカホーン、懐かしい、うん、CD ラジカセを買いました。高校生にしてはお高い買い物だったような。皆さんは初めてのバイト代で何を買ったか覚えていますか、ということでいただいております。何買ったかな、何買ったかな、何買ったか全然覚えてないんだけど。全然覚えがないですね。まあ、多分何かを買ったんでしょうね何でしょうね。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、旧名古屋の皆さん、滋賀県大津の皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。岐阜の9人のバーバと申します。ありがとうございます。ありがとうございます。滋賀県は長浜城や彦根城には行ったことがあります。大津市も車で通ったことはあるので、次回は大津市にも立ち寄ってみたいと思います。はい、今日のテーマアルバイトですが、沖縄にいる頃はホテルのパーティーのコンパニオンのアルバイトをしたことがあります。あら、うん、コンパニオンもね、いろいろなコンパニオンがありますからね。はい、お酒の、おかわりを作ったりするだけでしたが、パーティーの料理は食べたり飲んだりできないのが辛かったです。選挙カーのウイス城のアルバイトをしたこともありましたが、選挙で当選した時は良いのですが、落選した時はどう接していいかわからなくて、さっさと帰りたかったです。若い頃の良い思い出です。なんかこうね、重い空気が流れますよね、まあ、ですよね。そうですよ ね、 ね、ね、立候補された方もね、うん、落胆しちゃうもん ね、 ね、そりゃそうですよ ね、 ね。でもね、どうしてもこのね、このパーティーコンパニオンっていうこの響きがね、どうしても王子気になっちゃうんだよね、はい、でもそういえばなんか、うん、なんかね、コンパニオンっていうの響き最近聞かなくなりましたね。やっぱりね、コロナなんかあって、うん、なかなかね、こういった会食というかね、うん、こういう宴会もないですからね。だから今とは誰じゃないですか、大きいやつのイベントがあって、そこにね、車のなんかイベントなんかだとね、そのコンパニオンさんがなんかいろんなものを紹介するとかあるじゃないですか。モーターショー的な感じですかね。そうそう、だからそっちのイメージの方が最近強いですかね、うん、カープボーイさんがツイキャスで、中学生の時にガソリンスタンドでアルバイトしていたんだけど、ガソリン入れる
顔で前の人がガソリン出る状態のまま置いているのに気づかないで金額通り入力してから入れようと思ったらガソリンかぶったことがあるって。危ない、危ないよ、危ない、うん、あーそっか、まあ、そんなこともね、えあれは本当にすぐにあれじゃないの、あのシャワー流さないと大変だよね。ねえ危ないですよね、うん、いやでもね本当火事になったりもしますしね、うん、まずねガソリン自体があまり体に良くないですからね。そうですそうです、大変ですね、皮膚から入ると大変ですよ。イネスさんがアルバイトで金丸で、あ某スーパーですね、でアルバイトから社員に昇格したから就職活動ほぼやってなかった、新卒1年目のお給料は繁盛期のバイト代より安かったって。いやでもそういうもんですよね、うん、あのアルバイトって結構がっつり働いたらね、まあそうですけどね、やっぱりあの、うん、なかなかねあの新卒っていうのはいろいろ引かれるものもありますからね、そうそう、うん、仕方がないです、うん、特に構成がございますんで、ね、そうそうそう、ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ名古屋いいよですね、はい、はい、名古屋は栄養ですけれども、はいはいね、やはりもう、うん、この時間はこのイベントのお知らせを、うん、まずはですね、はい、はいはい、着々と準備を進めております、はい、進めております、うんうん、キウナゴボウというオフ会ですね、はい、11月17日もうあと半月ぐらいですね。わあ早いですね、うんうん、あと1ヶ月ぐらいかと思ったらもう、うん、はい、半月ですよ、はい、この前ですね、先週の土曜日ですね、会場の準備を、まあ、少しだけですけど、うん、してまいりまして、まあ、一応です、ね、何がいるのかいらないのかとか、うん、確認してまいりました。で、まあ、私思ったんですけども、はい、王子あそこで喋らせたら、うん、滑って冷えてどうなると、うん、うんと思ったんですよ。でもね、あの、うん、お酒いっぱいありましたんで、はい、まあ、そのね、アルコールで体を温めていただいてですね、はい、っていうよりかね、うん、寒くならないよ。え、どうしてですか。どうして。だって先ほどあの局長も言った通りにですね、はい、うん、普通に喋ってますねって言われたでしょ。うん、うん、ね、まあそれはあれでしょう、うん、大人の会話じゃないですか。あら、そうなの。大人の会話ですかね。大人の会話ですよ。あ、そうなんですか。大人の対応ってことですね。大人の対応ですよ。あ、そういうことですか。はい、ね、てっきりもう普通にね、あのね、はい、何も別に面白くないようなね、はい、うん、あの淡々と喋っちゃったかなと思ったんですけど、はい、違ってました。うーん、王子滑ってます。どこが滑ってるの教えてよ。まあそれでですね、うん、あの会場の方をあの見てきて、はい、あのこれはですね絶対面白くなるなと。で、あの、うん、一応ですね、あの食事の方はですね、あのおばんざいになっておりまして、はい、そうですね、あの皆様ビュッフェスタイルになります、うん、あのお皿に持っていただいて、あのお召し上がりいただくという流れになります、うん、で、そこにですね、あのホタルママっていう方がいらっしゃるんですけども、はいはい、この方がですね料理すごく上手にやっていただけますので、うん、本当に美味しいんですけども、うんうん、美味しいですよね、うん、当日ですね、いっぱい作るよっていうことをおっしゃっていただきましたので、あ、本当ですか、うん、嬉しいですね、本当ね、うん、楽しみにしております、うん、ね、楽しみですね。で、まあ、あの青森王国っていう名前ですので、青森は当然ありますし、はい、ビールもあります、うん、で、私たち、まあ、一応よくご準備しようと思っているのがソフトドリンク、お酒の飲めない方も、はい、いただけない方もいらっしゃると思いますので、うん、そうですね、ソフトドリンクもご準備しようかなと思っております、はい、そしてですね、9時から、ブル9時からは、はい、ウィークリーコンビニラジオ、安さやかさん登場しまして、はい、現地から生放送ということ、うん、そうなんです、会場からね、はい、生放送ということで、また FM ギノワンが楽しい展開になりますね、うん、そうなんですよ。ですので我々と、うん、きんぴらごぼうさん、うん、そして安さやかさん、はい、この3人実を言いますと、あの全部 FM ギノワンなんです、はい、そうだね、FM ギノワンの番組で、はい、はい、ね、
すごいことですよ、ね、すごいですね、すごいですね、うん、これ3番組コラボ状態で、うんうん、あの、うん、ヤスさんのしかも名古屋に名古屋に集結ですよ、うんうん、そうですよ、ウィークリーコンビニラジオを名古屋から放送して、はい、宜野湾の電波で発信するっていうね、うん、あのちょっとみそちゃんよろしい、はい、あの今のあのウィークリーコンビニじゃなくしてウィークリー滑りナイトじゃないの、地獄を見るわよ、地獄を見るわよ、はい、ということでね、はい、こう言って楽しみな、ね、うん、あのイベントが進んでまいりましたけれども、はい、まだまだ参加者募集中でございます。滋賀県大津市でお聞きの皆様も、はい、ぜひですね、名古屋の方にお越しいただければと思います、はい、どうやって行くんですかね。京都までね、こう JR か、京都ではないですね、いやいやいや、あ、京都、前原までですね、在来線で行っていただきまして、いや遠くないですか、その夜、いや、それよりは京都に出ていただいて新幹線の方が早くないですかね。いや前原まで新幹線って、いやいやいや京都から新幹線の方が早いんじゃないかなと思うんですけど、はい、ということで、はい、めんどくさいので終わります名古屋栄養のコーナーでした。はい、はい、メールご紹介します。はい、お願いいたします。名古屋ネーム沖縄大好きです。ダンサーさん、みそさん、王子、こんばん名古屋、こんばん名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます、僕がアルバイトしたのは一度だけ、母の知人の紹介で働いた居酒屋、短期間だけでしたが、仕事内容や社会人に必要なことをたくさん教わりました。ちなみに僕が就職決まったその日にアルバイトを辞めることになったのですが、大将と助手さんが、おかみさんが、就職祝いに豪華なまかないをたくさん出してくれました。その中にはお寿司もありました。そんな僕が働いた、アルバイト先の紹介、修善魚楓というお店です。お、修善魚楓という名前ですので、これをね、那覇市天空っていうもの、アメクにあるお店でございますので、またね検索していただきたいなと思います、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、いいね、うん、豪華なまかないが出ててすごいですね、うん、はい、じゃあもう一つ紹介しますね、はい、ヤンポーさんからです。ありがとうございます、ありがとうございます。ダンサーさん、みそにさん、どこまで滑れば済むのかわからない王子、こんばんは。滑ってないってして初めてのアルバイトは、高校時代に千葉で住んでいた兄からアルバイトしないかということで、千葉で空調衛生設備の会社でアルバイトでした。しかし会社に着いた時の第一印象は、まずいところに来たという思いでした。メルセデスベンツだらけの会社って普通じゃないですよねでも実際には問題のない会社で安心しました。でも初めてのアルバイトはきつかったです。大きなパイプを担いだりねじり込んだりと大変でしたけれども、楽しい会社でありました。会社の9割以上が東村の出身者で、わーすごい、千葉なのに沖縄にいる気分でした。方言だらけです。でも一番の驚きは社長の車です。日本に3台しかないメルセデスベンツの古い型の中には札束がトランクにいっぱいでした。すごいね。いや、おそらく億単位だと思います。めでたし、めでたし、めでたしなんだろうか。すごいね。どういうことなんだろう。ちょっと、うん、どうしてそんなに。別だらけだったら、やらせじゃないですか。いや、そうそうそう。いや、一応、空調衛生設備の会社って書いてあるじゃないですか。あ、そうですか。まあ、多分社長さんの好みで、多分そういうね、
車がね、うんうん、並んでたっていうことですよね、うん、あそういうことだね、ね、そういうことです、はい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 、ありがとうございます。はい、続いてですね、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私がアルバイトデビューしたのは高校1年生で大那覇、はい、大英那覇店、現在の純駆動書店の地下食品売り場の鮮魚コーナーでアルバイトを数ヶ月やって、一旦辞めた後に再度数ヶ月後に常温食品を扱うグロッサリー課で、グロッサリー課で約2年間アルバイトをしていましたが、当時は今のように、ギスギスした雰囲気はなく和気あいあいで社員たちと一緒に仕事をし、今だから言えることですけども、野菜果物を扱う成果課ではマネージャーの次のナンバー2に松竹歌劇団で司令師として、活躍する前の渡嘉敷店長がいて、渡嘉敷店長は当時からテレビで活躍していた時と全く変わらず、大那覇の各部署からも人気のあった人でした。本人と話をしたこともありましたが、人柄も温厚な方で面白い人でしたよ、ということでございます。うん、まあ、食品売り場で長くあの、アルバイトをされたってことですね、警部は。うん、FMJG の新一さんがね、二十歳の頃、はい、鉄骨の錆落としバイトで大きな H 鋼やトラスで錆まみれになってましたって。大変だ、すごいアルバイトですね。アルバイト皆さん何をされてました？アルバイト？はい、アルバイトは、ね、アルバイトでも王子ね、短期が多いんですよね。あ、でこれちょっとこう誘われてね、あの喫茶店でもちょこっとやりましたけども、はい、喫茶店と、あとはですね、あ、ディスコもちょっと行きましたね。あ、ディスコ全盛期の時にね。それアルバイトなの？アルバイトです。へえ、すごい。でもね、何するんですか、ディスコのアルバイトって。あのね、フロアに入りたかったんですけど、はい、なぜかその、あの調理場の方に行かされましたあ、なるほどなるほど、なぜか知らないけどね、調理場だったんですよ。でたまたまそのね、その調理場でやられてる女性の方が抜けたらしくて、はいはい、で普通にこうね、フロアで、踊り、あ、フロアで募集したのに、そうなんですよ、なぜか厨房になっちゃったのね。そうなんです。えっと思いましたけど、キッチンになっちゃった。キッチンだったんですよね、はい、そんなこともありますよね。まあ、私はあれですね、あのビルの清掃でしたね。はいはい、あ、なるほど。であと、まあ、祭りの祭りです、祭り会場でスピーカーの取り付けしたりとか。はいはいはい、なるほど。であと、某工場で大福を作ってた、はいはい、あ、今思い出した、工場で、はい、あの王子ね、あの芳香剤あるじゃないですか、はい、であれね、こうゼリー状っていうかね、ムース状みたいになってるのあるでしょ、はいはいはい、あれのね、流れ作業の子でなんかドロドロドロってできて、そのカップをこう、こう避けたりね、なんとかかんとかしてた、なんかしてたんですね、うん、だけどね、ちょっと体に悪いなと思ったのは、その芳香剤のいろんな色があるじゃないですか、はい、その色を吸い込むとね、後で鼻かむとすごい色が出てくるから、ちょっと体に悪いなと思います。体悪いかもですね、うん、あの短期間でやめました。追加する高保さん、短期は損期って書いてありますね。あ、高保さんがね、小学生当時新聞配達をして初めてのお給料で、弟妹を連れてマクドナルドに行き、ハンバーガー、ポテト、ドリンクをご馳走しましたって。あ、いい感じですね。いいですね、あったかい感じですね。働いてお給料もらえると、はい、美味しいものも食べられると知った瞬間でした、ということです。はい、はい、うん、ということでね、もうお時間になるわけですけれども ね、はい、うん、大丈夫ですかね、FM 大津さんで放送するのって。すっかり忘れてた、とても心配になってますけど。すっかり忘れてたよ今。うん、もう自然の流れで行っちゃってますんで、もしかしても今日も冷えるわね一回限りかもしれませんけども、エンディングいきます。はい、はい、来週のテーマは秋。おー、たぶん来週のテーマは秋です。秋の味覚を堪能したい、秋で涼しくなったのでバーベキューしたいなど、皆様の秋エピソードをお送りください。この番組は
陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい長し長田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今夜もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。ゲームオーツの皆様、うん、すいません1時間、うん、ご迷惑をおかけしました。ご迷惑はい、とっても面白かったよね。そうかな、うん、またご縁がありましたらよろしくお願いします。そうですね、お願いします。はい、そして FM ギノワの皆様、うん、また来週でございます。来週も聞いてね。はい、閉店。ガラガラガラ、今日会ってないよ。はい、今夜もお聞きくださいました。ありがとうございます。そう、ちょっと最後に大失言だよ。何が？忘れてたって言ったでしょう。ん？あのね、それぐらい気持ちを込めて喋ってますよ。いや、ちょっと待って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 。常に1時間緊張感を持ってなんでやらないの番組。いやいや、あのね。はい、もう今夜もまた反省会です。はい、また来週。はい、ありがとうございます。さよなら。